皆さんこんにちは、まいです。本日は作り置きできる冷凍弁当をご紹介します。体作りにおいて食事は大切だと分かっていても、1日3食、1年では365日×3回で1095回、食べるのは好きでもダイエット中は特に何を食べるのかを決めるだけでも面倒に思う日があるかと思います。かといってあまりにも簡単に食事を済ませようとすると、脂質や糖質に偏りがちな食事になってしまうなんてこともありますよね。そこで時間のある日に作っておいた冷凍弁当があるだけで、栄養バランスのいい食事を簡単に取ることができるので、とても便利かと思います。食べるときは冷凍庫から取り出してレンジで温めるだけ。会社に電子レンジがある場合は保冷バッグに入れて持ち歩くこともできるので、お弁当としてもおすすめです。ダイエット中の強い味方になってくれるはずなので、ぜひ作ってみてください。作り置き弁当を作る前に大切なことを4つご説明します。1つ、必ず冷凍電子レンジ対応の容器を使うこと。2つ、詰める前に容器は必ず消毒すること。少し面倒ですが、作り置きで清潔な容器に入れることは失敗せずに日持ちさせる上でとても大切になってきます。3つ、冷凍庫に入れるときは必ず完全に冷ましてから入れること。温かいまま蓋をして冷凍してしまうと、具材が冷凍されていく過程でお弁当箱の中で湿度が上がり、水滴がついてしまい、それが痛みの原因になってしまいます。必ず完全に冷ましてから蓋をして冷凍してください。最後に4つ目は、外に持ち運ぶ場合、必ず保冷バッグと保冷剤を使うこと。常温での自然解凍はおかずから出た水分で傷みやすくなるので避けてください。朝冷凍庫から取り出して凍ったまま保冷バッグに入れ、保冷剤も入れて持ち運んでください。職場に着いたらすぐに冷蔵庫に入れてください。今回使用した容器は2種類で、蓋をしたまま電子レンジで加熱できるタイプと、正方形で重ねて収納しやすいタイプの容器を使いました。高さは左側が 5.5cm、 右側が 5.3cm です。概要欄にリンクを貼っておきますので、気になった方はチェックしてみてください。人参、ほうれん草、もやし、3種類のナムルを作ります。ほうれん草は一見綺麗に見えても、根元の部分に砂や泥がついているので、よく洗って落とします。根元を少し切り落とします。根元が太い場合は十字に 1-2cm の切れ目を入れます。こうすることで硬い根の部分にも火が通りやすくなります。人参は1本皮を剥き千切りにします。もやしは1袋をボウルに入れ水洗いしておきます。茹でたほうれん草を入れるためにボウルに冷水を入れておきます。お鍋か深めのフライパンに1リットルくらいの水を沸騰させます。大さじ1/2の塩を入れます。ほうれん草の葉の部分を手で持って根元だけを入れて30秒ほど茹でます。菜箸を使って葉の部分を沈め、さらに30秒くらい茹でたら冷水にとって冷まします。冷水に取らずに冷ましてしまうと、残った余熱でほうれん草の食感が悪くなってしまうので、必ず冷水に入れてください。完全に冷ましたら水気をしっかり絞ります。4-5cm 幅に切ったらボウルに入れます。醤油小さじ2、和風顆粒だし小さじ1/2、白すりごま大さじ1/2、よく混ぜ合わせます。ごま油大さじ1を入れ軽く混ぜたら完成です。次は人参のナムルを作っていきます。沸騰したお湯にお塩大さじ1/2を入れます。
ほうれん草を茹でたお湯を使う場合はお塩を入れる必要はないです。切っておいた人参を入れ1分ほど茹でたらざるにあげ粗熱を取ります。粗熱が取れたら水気をしっかり絞ります。最後にキッチンペーパーで周りについた水分を取ります。ボウルに人参を入れたら塩小さじ4分の1を入れます。鶏ガラスープの素小さじ1を入れたら全体によく混ぜ合わせます。ごま油大さじ2分の1を入れ軽く混ぜたら人参のナムルの完成です。次はもやしのナムルを作ります。沸騰したお湯に塩大さじ2分の1を入れます。このお湯も再利用している場合はお塩を入れなくて OK です。沸騰しているところにもやしを入れ1分くらい茹でます。1分経過したらざるにあげて冷まします。粗熱が取れたらしっかり水気を絞ります。最後にキッチンペーパーで水気を拭き取ります。もやしに味付けをしていきます。塩小さじ4分の1、鶏ガラスープの素小さじ1、ニンニクチューブ 1,2 センチほど入れて、すりごま大さじ1を入れたらよく混ぜ合わせます。最後にごま油大さじ2分の1を入れ軽く混ぜたらもやしのナムルの完成です。次に鶏そぼろを作ります。先に調味料を混ぜておきます。ラカント大さじ1、鶏ガラスープの素大さじ2分の1、醤油大さじ1、酒大さじ1、コチュジャン小さじ2、辛いのが苦手な方は小さじ1でいいかと思います。ニンニクチューブ 1,2 センチ、生姜 1,2 センチを入れたらよく混ぜ合わせます。フライパンにごま油大さじ2分の1を引き、熱したら鶏ひき肉を入れ弱めの中火にかけます。鶏ひき肉は菜箸の場合は混ぜながら、調理スプーンの場合は軽く叩きながら加熱します。そうすることでパラパラのそぼろになります。全体の色が白っぽく変わったら弱火にしてタレを入れてよく混ぜ合わせます。水分がなくなったら完成です。この鶏そぼろは食べるときにナムルと混ぜて食べることを想定しているので、少し薄味に仕上げています。もし濃い味が好きな場合は最後に味見をして醤油や砂糖をプラスしてあげるといいかと思います。お弁当に入れるお米は白米より玄米の方が食物繊維やビタミンが多く入っているので、ダイエットや健康を気にされている方におすすめです。入れるグラムはお好みでいいかと思いますが、私はだいたい 150g を入れます。ご飯の上におかずを乗せるので全体に広げていきます。お好きな盛り付けでおかずを乗せていきます。電子レンジの加熱ムラを防ぐためになるべく平らになるように詰めます。野菜の絞りが甘くて水分が後から出てきた場合はこの水分は捨ててください。キムチを入れた際に容器の匂いや色移りがあって取りにくかったので、入れる場合は冷凍電子レンジ加熱対応のカップに分けて入れるといいかと思います。完全に冷めたら蓋をして冷凍庫へ入れます。保存期間の目安は冷凍庫で約2週間です。食べるときは冷凍庫から取り出して600ワットの電子レンジで5分くらい加熱します。容器によっては蓋を外してずらして乗せた状態で加熱してください。